皆さんこんにちは、亀まる子です。はい、皆さん、今回はですね、私の家でね、こちら、飼っているベルセオレガメをね、ちょっと本当に長い目で見て、ちょっといつか繁殖をさせたいと、実はずっと心を見てまして、で、多分ね、去年の、いつだ？秋ぐらいからかな。ベルセオレガメがうちにね、すごい、なんか増えたなって思う人もいると思うんですけど、ベルセオレガメがもうめちゃくちゃ、なんか自分好きで、まあ、ハマってしまったんですよね。このベルセオレガメっていうカメは、ワイルド個体がほぼ、すべて、繁殖されてる個体ってほとんどいない状態なんですね。で、ワイルドで、来るっていうこともありますし、なかなか、環境とかストレスにも弱く、湿度も必要な、ちょっと飼うには難しい亀なので、なかなかね、なんか要は死にやすいとか、ワイルドで飼ってもすぐ死んでしまったっていう、事例も結構昔からよく聞く亀さんなんですよね。そんな中で、いつかね、ベルセオレガメをね、繁殖できたらいいなっていうのが、ずっと思ってまして、結構最近とかお店にベルセオレガメがいたら買ってきたりしてるんですよ。で、結構やっぱりね、飼育の仕方とか、どうしたらベルセオレガメをうまく飼えるかっていうのも、日々ちょっと研究しつつやってるんですけど、今日はね、そんな報告と一緒に、ちょっとベルセオレガメのね、ことについて皆さんに、いろいろね、長い目で見て、できたらいいなっていうので、頑張りたいなっていう報告とともに、ベルセオレガメのね、飼育でね、なかなか、こう食べてくれないとか困ってるって人がいたら、少しでもね、アドバイスできるように、これからもね、ちょっといろいろ研究したり、いろいろしながらやっていきたいと思うんですけど、最近ね、うちにまたベルセオレガメが増えているので、ご紹介したいと思います。ね、うちで今飼ってるベルセオレガメたちなんですけど、まあ、ベルセオレってね、私も、まあ、動画に出し、全部を出してるわけじゃないんですけど、まあ、購入してすぐ死んでしまった子も、実際は、いたりするんですね。やっぱり本当に難しいカメで、ただ、購入する時点でこのカメはもうなかなか難しい状態だなっていうのは結構わかるようになりました。でもそっから立ち上げてね、頑張って、どうにかね、元気になってほしいっていうのもあって、体調が悪い個体とかも、ちょっと前もね、買ったりちょっとしたんですけど、やっぱり立ち上げが本当に難しい。まあ、どのカメもそうだと思うんですけど、で、一番最初に買ったうちのこのベル。ベルサレガメのベルくんですね。で、ベルセオレは、東ベルセオレと西ベルセオレがいまして、前足が5本のが東、両足4本が西ベルセオレ。で、ベルちゃんは、これはね、4本ですね。4本なんで、西ベルセオレガメです。甲羅の形とかは、セオレなんで、背がね、折れるような形になってるんですよね。カパッと。セオレガメな、背が折れるカメというような名前ですね。で、甲羅も結構ね、ベルセオレによっていろんな色の甲羅の具合がありまして、ベルちゃんはこんなお色。あとね、顔つきも全然違います。バンちゃん。はい、バンちゃんね。はい、バンちゃんはこんな感じの顔。バンちゃんね、結構大きいんですけど、バンちゃんも指が、あ、ごめんね、4つなんで、こちらは西ベルセオレ。この子はもう3ヶ月ぐらいかな、うちに来て。経ちました。はい。ベルセオレ。だいぶね、性格はビビリな子ですが、見てください。甲羅がね、全然違いますよね。なんか向こうの2匹と比べても。またベルセオレのね、そこも面白いところなんですが、顔は、まあ、ベルちゃん寄りの顔になってますね。この子の指は、指も、はい。1,2,3,4本。4本かな ?1,2,3,4本ですね。あ、男の子かな、まだわかんないですけど。ね、でも、ベルセオレってその顔がさ、こう、ちょっと鳥っぽいというか、こう、くちばしがね、とか、こういう甲羅にいろんな色があるところもすごい魅力的なんですけど。
でね、あともう一匹ね、結構最近うちに来た子がいまして、その子の状態がご飯を食べるなんて安定してきたので、その子も今日は紹介したいと思います。じゃじゃん。はい、新人くんです。まあ、うちに来て今半月だけども、バナナとか食べるようになってきたので、この子は安心かなと思います。はい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 、ごめんねごめんね、やだね。はい、この子の指は 1,2,3,4 両方4本なんで、この子も2しか。この子はね本当に元気で、ショップで購入したんですけど、する時もね、この子はねめちゃくちゃ元気だなって、警戒心がね強いベルセオレって最初慣れるまでも不安なんですけど、この子に関しては元気だから絶対餌食べてくれると思って、やっぱ食べてくれましたね。でこの子と一緒にもう一匹飼ったんですよね。その子は、まあ、実は落ちちゃったんですよね。で、まあ、その時とかもよくやっぱ思ったのが、そのすぐ落ちちゃう子とか体調が悪い子、どのリクガメにも言えると思うんですけど、まばたきをする時の目を閉じている長さが長い子、特にベルセオレはギュッと目をつぶって、ちょっとまぶたがちょっと白っぽい感じなんか状態の子って結構すぐ落ちちゃう傾向にあるなと、感じてまして、で、まあ、その子前自分がね飼ってこう亡くなってしまった子と同じような、まあ、ちょっと似ている状態でも、どうにかして立ち上げられないかなと思って試行錯誤したんですが、やっぱりダメで、でやっぱその子もすごい強い脱水症状が見られたんですけど、脱水症状になりがちなんですよね、ベルセオレって。結構やっぱ水が大好きで、まあその一緒に購入した亡くなってしまった子も来てすぐね温浴したらすごい水を飲んでて、あと水が本当必要不可欠ってイメージが未だにすごいあります。で今もね、さっきもですけど、ちょっと水触れるとすぐ飲むぐらい水が本当に大好きなんで、まあ、常に水はもう綺麗な水をね入れといてあげるっていうのと、隠居性が高い亀なので、こうやって隠れる場所をたくさん用意して、そしてまた潜りもしますので、土も深めにしてやってあげてます。なんでいつでも隠れられる環境、そしてもういつでも水と把握できる場所にある水で飲める環境などを設置してるといいのかなっていうのと、まあ、他の亀よりはやはりあまり構いすぎないように接している亀ですね。結構人の目もよく見るんですけど、ストレスにはちょっと弱いなってイメージがあります。あ、水疲れに行った。どう？水飲む？水飲めば？水飲まない？この子はね、新人ちゃん別にしててね、なんだかんだ多分初対面なんです今入れてみましたけど、最近バナナもね食べてくれになったから、どうかな君たちの相性は、どうかな。バンちゃんと多分メスだと思うんだけどね。すごい甲羅の上が盛り上がってるね。君の名前はどうしようかね。ワンちゃんと君、顔の色も全然違うね。みんなワンちゃんについていってくのこれは。そういう感じね。ワンちゃんがボスなのかな。ちゃんもね、だいぶ大きくなりましたね。隠れられていいなってしてたかな。お、君はどう出るか。喧嘩
は今のところしてないですね。今後もベルソーレがいたらちょっとね増やしつつちょっとね頑張っていきたいなと思っております。そういったねワイルド個体でそうなってしまう子を減らすっていうことにもなんかつなげたいなっていうふうに、まあ、思っていて、もしも、まあ、できるかは置いといてね、目指すことはいいと思うんで、もしもでもねそうなったとしたら、やっぱり繁殖させた個体の方が環境にもねこういう環境に慣れてるでしょうし、生まれた時から人間と一緒にいる環境にいる子が増えるわけですから、ワイルドで捕まえられて入荷してきた子のような悲しいことは起きないじゃないですか。なんでね、まあでも本当にね他にベルソーレを繁殖目指してる人がいたらね話とか聞いてみたいですけど、一人だけしか聞いたことないんですよね。自分の見てくださってる視聴者さんで今ベルセオレの繁殖を目指してるって方が一人いらっしゃって、その子も結構飼ってるっていう話でいろいろ話したんですけど、ベルセオレの飼育自体がやっぱり機嫌伺ったりね餌なんか難しいんで、いろいろその人と情報交換とかお店来ていただいた時にね話したんですけど、はい、ということで今日はねこんな動画でした。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、亀丸子でした。バイバーイ。